タイモです。今日はダウンスイングでこの左腕を下げないということを説明したいと思います。トップオブスイングからダウンスイングに入る際に地面にボールがあるためこの左腕をリードするとしてこの左腕をボールの方に動かします。すると体は左へスウェイします。この左腕をリードすると言ってもトップからこの左腕をトップの位置に置いたまま体を回転します。そうするとクラブは下に下がってきます。ここで前傾をしているのでクラブはボールに届いてきます。この位置からこういう状態になります。それを手元をここに下げると言っても左腕を下げても右腕を使った時と同様にクラブヘッドは前に倒れてきます。左腕はあくまでもトップの位置に置いたまま腰の回転でこの位置に下がってきます。そして振っていくとクラブはこのように緩やかなインパクトゾーンができてきます。左腕を下げると下げた分だけクラブヘッドは前に倒れます。感覚的には左腕はトップの位置に置いたままこの状態から体をターンしていくと万有引力によってダウンスイングはクラブが振り抜けていきます。手を右手でも左手でも使ってしまうと下げた分だけ先に動いてきてしまいます。この位置から左腕の高さをこのままいきます。このようになります。手を下げずにそのまま取ります。こういう状態になります。もちろん腕は体を回すと落ちてきます。その落ちる動きに対して立ててしまうと
して途中で左腕を下げてしまうとこのように殴ってしまったりします。トップからこの状態から左腕の高さを変えずにダウンスイングするとインパクトで前傾している分だけクラブは緩やかなインパクトゾーンができてダフリやミスヒットが減ると思います。左腕は下がりますがこのように下げてしまうとクラブヘッドは早く前にボールの方に動いてしまいます。感覚的には左手とヘッドが同じ高さのまま降りてくるイメージになります。このダウンスイングからこのまま回転すると試して練習してみてください。それではまた次回の放送をお楽しみに。バイバーイ。このチャンネルではゴルフの練習やコースラウンドに必要なさまざまな役立つ情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。